こんにちはったらこんにちは、いずもです。今回はちょっとプログラミングの勉強をお休みして電子工作をします。プログラミングの勉強お休みなんですけど、電子回路の勉強がちょっと入ります。結局お勉強なんですよ。一生勉強です。というわけで、人感照明化したダイソンのテーブルライトに抵抗とコンデンサを追加してふわっと光らせるお話です。このタイトルの写真ちょっといいでしょ？割と気に入ってます。ではお話の導入です。ちょっと説明の動画を見てください。これですね、前に LED ネオンコードを人感照明化したやつです。今でも使ってるんですけど、人を検知するとふわっとついて、で一定時間経つとこんな風にふわっと消えます。これはですね、マイコンの PWM を使って明るさ制御をしています。で、今度はこっちが、この間作った LED テーブルランプを人感照明化したやつですね。で、人を検知すると、パッとついて、で、一定時間経つと、パッと消えます。これマイコン使ってないんですけど、まあ、いきなりパッとつくとですね、やっぱりビクってなっちゃうんで、やっぱりふわっとついてほしいな、というふうに、思いました。で、マイコン使わずに何とかしようと思ってチャレンジした結果がこれになります。人を検知するとふわっとついて、一定時間経つとそーっと消えるというふうになっています。で、これをどうやって実現したんでしょうかというお話になります。はい、ではですね、いつものように資料を使って説明していきます。よいしょ。で、どうやったらふわっと光ってくれるかっていう話なんですけど、今ですね、これが回路図、簡略化した回路図ですね。これ LT スパイスの回路なんですけど、ここがですね、人感センサーの出力だと思ってください。このノードですね。で、今ですね、人感センサーの出力は人を検知するとパシッと立ち上がるようになっています。で、その人感センサーの出力に、NMOS のゲートがつながっていて、で、これがパシッと立ち上がると NMOS はポンとオンして、で、電流がパッと流れて LED がパッと光るというふうになっています。じゃあですね、この人感センサーの出力をゆっくり立ち上げれば NMOS はゆっくりオンして LED もゆっくり光ってくれるのっていうことですね。じゃあどうやってゆっくり光らせましょうかということになるんですけど、よいしょ。でですね、じゃあどうするかっていうと、ここに抵抗をつけます。で、ここにコンデンサをつけます。そうするとですね、まあ、ここで電流制限がかかって、C で流されて、まあ、こんな風にゆっくり立ち上がるんですね。で、そうすると NMOS をゆっくりオンして、LED はゆっくり光るという風な予測が立ちます。じゃあ次はですね、じゃあその R と C の値はどうやって決めたらいいんでしょうかっていう話です。で、抵抗とコンデンサと地ですっていう話です。で、抵抗とコンデンサで波形を直したときに、最終値のですね、最終値ここだとして、63.2% まで立ち上がる時間をタウと呼びます。で、その時間はですね、簡単に R×C で求めることができるんですね。で、ですね、最終値、まあ 99% 最終値あたりまで行くのに、5タウぐらいかかるとされていて、まあ、この辺を目安にするといいです。で、よいしょ。さっきの回路では、R が100キロ、C が47マイクロファラットだったので、タウはですね、簡単に計算すると 100K×47 マイクロで 4.7 秒になります。ここですね、63.2% までたどり着くのに 4.7 秒かかるっていうことになります。はい。今日ですね、LT スパイスを使って示してみました。まあ当たり前なんですけど、計算通りの結果が出ます。波形の立ち上がりからですね、4.7 秒かけて、63% まで到達しています。で、NMOS の出力も一応示ってはみたんですけど、あんまりですね、いい感じにはならなくて、パシンと立ち上がっちゃうので、ブレッドボード上で実験をしています。で、その実験の様子はですね、後でお見せします。
で、最終的な回路図がこうなっています。で、人感センサーはこれですね。で、この出力がこうなってて、100キロの抵抗がついて、47マイクロのコンデンサーを、対 VDD、5ボルトですね、についています。で、さっきの回路図では、この47マイクロは対グラウンドでついてたんですけど、まあ、これがですね、で、VDD に向けてついているのがミソになります。なんでコンデンサーが5ボルトにつながっているのかっていう話なんですけど、これ、しもった結果なんですが、こうするとですね、電源ポンと立ち上げたときに、一旦ですね、NMOS のゲートのノードがですね、ポンと跳ね上がるんですね。で、この後ゆっくり下がっていって、で、実際にセンサーの出力が、立ち上がったときにも、やっぱりこうやってゆっくり立ち上がるというふうになってて、ここまあ、パワーオンパルス、パワーオンリセットに使う回路なんですね。で、これ、こうやると、電源入れた瞬間に LED がパンと光るので、あ、今電源入ったんだなっていうのがわかるというので、対 VDD につけています。まあ、実際はですね、ここに、センサー出力に 5V かかってるんで、あんまりいい回路とは言えないんですけど、一応ですね、椅子としては 5V 耐える IC っぽいので、目をつぶりました。まあ、製品レベルとかではですね、おすすめできるやり方ではありません。で、実際には使わなかったんですけど、一応ですね、改良版がこちらになります。コンデンサを1個追加してですね、こっちが10マイクロ、こっちが22マイクロに変わってます。で、そうするとですね、パンと跳ね上がった電圧が 3.4 ボルトぐらいかな、までに制限されるので、一応安心と。で、実際にパルスが立ち上がったの後の挙動はだいたい同じ。少し容量の合計減ってるので、どっちですら速くなってるんですけど、全然問題ないと思います。実際にはですね、まあできればこっちの方がおすすめなんですけど、手元にですね、10マイクロとか22マイクロとかの容量なかったんで、実現はしていませんけど、SIM上はうまくいってるようです。まあこんな感じでですね、一応の回路図とかの説明は終わりになります。はい、それではですね、先ほどの回路をブレッドボード上に組んでいきます。LED ランプの代わりに使う LED をですね、ちょっと再構したので見てください。ほとんどはですね、溜めた感じです。これ型から外すとですね、クリスマスの飾りみたいなボールになりました。で、これを光らせるとどうなるのかというと、スイッチを押すとこんな感じで光ります。で、さっきのシミュレーションと同じような回路を組んでみました。で、電源投入後にちょっと光ります。パワーオンパルスですね。で、スイッチを入れるとじんわり光って、スイッチを切るとじんわり消えます。こんな感じですね。一応ですね、シミュレーションとか思った通りに動いてるみたいです。ではですね、これを実際にテーブルランプに組み込んでいきましょう。前回と同じようにゴム足を外してネジを取ります。が取れました。まずはですね、センサー出力の配線を外しています。ここにですね、抵抗をつけて、コンデンサーをつけて、対 VDD につなぎます。で、100キロとコンデンサーをつないでいます。センサーの出力端子をちょっと伸ばしまして、さっきの100キロの抵抗につないでいきます。回路的にはですね、これで終わりかな。
とりあえず蓋をして電源を入れるとパワーオンパルスで LED が光りました。一応 SIM 通りみたいですね。で問題なさそうなので一応閉めます。ゴム足も戻しまして、作業的にはこれだけです。改めて動作確認してみましょう。スイッチを押すと一瞬光って数秒で消えます。このスイッチがですね、オンしてるかオフしてるか外から分かんないんですよね。で押しても消えたまま、すぐにオンするとパワーオンパルスが短いですね。オフしてからしばらく経ってオンするとちょっと長い間光ります。待ち定数がちょっと長すぎたかなっていう気もしますけど、まあいいでしょう。で実際にですね、暗いところで人感で光らせてみました。人を検知するとふわっと光って、で一定時間経つとふわっと消えます。結構ね、これだけでもこう人に優しい感じがしますね。まあこれが人間工学的設計っていうやつかもしれません。はい。というわけで、ちょっとした部品追加でダイソーのテーブルランプをワッと光らせることができました。これだけでも結構高級感が増しますよね。実は自分でもちょっとうまくいくか心配だったので、とかうまくいってよかったです。資料で紹介したように、RC の自定数の計算ってめっちゃ簡単なので、覚えておくと電子工作とかするときに役に立つかもです。では、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画ですね、面白かったなと思われましたら、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとかしていただけると僕は大変嬉しいです。次はプログラミングの勉強に戻ります。配列だとか文字列のお話をしようと思います。ではまた次回よろしくお願いします。